第3位から発表いたしましょう。先週から5ランクアップ、恋はクエスチョン、おにゃんこクラブ、はい、木村くん。今日はおにゃんこクラブの平均年齢で一人で挙げてます、日本テレビの木村です。 おにゃんこクラブの皆さんなんですけれども、来年2月に発売される LP レコードの録音のため、九段にあります一口坂スタジオにいらっしゃいます。あ、皆さんこんばんは。こんばんは。なんか今度メインボーカルが変わったんですってね。ですからちょっと自己紹介をしてください。はい、わかりました。はい、会員ナンバー18番永田瑠璃子です。会員ナンバー19番岩井由紀子です。うん、会員ナンバー22番白石真子です。会員ナンバー40番生稲彦です。ということなんですけれども、はい、今日はちょっとおにゃんこクラブの皆さんの血液型を調べてみたんです。後ろに A 型、B 型、O 型、AB 型の看板がありまして、これから私の笛の合図で、うん、皆さん自分の血液型の看板の後ろに回っていただこうということなんです。何型が多いんですかね。何型が多いんでしょうかね。うん、皆さんいいですか。よく芸能界 B 型が多いということなんですが、結果は A 型と O 型が6人ずつ で、あなたの隣の人はどうしたの。そうなんです、一人だけ。生稲さんは血液型わからないということなんです。小さい頃調べなかった。はい、調べませんでした。そこで我がトップ10では今日は血液型を調べようということで、うん、慶応大学から黒瀬先生と香川先生に来ていただきました。早速調べていただきましょう。しっかりね、認識しておいた方がいいですよ。ね、耳からちょっと血を取りまして、大体2、3分で分かるということなんです。ちょっと痛いですよ。もう終わったんですか。あ、これからですか。大丈夫ですか。はい、大体2、3分で分かりますので、歌が終わりました頃発表したいと思います。はい、大丈夫ですか。血は止まりました。大丈夫のようです。そうです。はい、貧血で倒れないのよ。ね、はい、じゃあ歌の方お願いいたします。おにゃんこクラブなんですけれどもね、うん、平均年齢はだいたい17、8歳ということで、まあ、20歳ぐらいまでで血液型、A 型か O 型のあなたにはチャンスがあるんじゃないかと思います。それでは今週の第3位です。恋はクエスチョン、はい、おにゃんこクラブの皆さんです。の仕組みをクククククククエスチョンクエスチョン、誰か教えて。男の子は女の子とキスをするときどうして、いつも瞳を閉じさせるのですか。ナイチンゲールに聞いてはみたいけれど、素敵なロマンスがこぼれてしまうから、クククククエスチョンクエスチョン、疑問なぞなぞ。男の子はいつもいつも女の子の素顔を見たがるのはエッチなのでしょうか。ナイチンゲールもおそらく知らないでしょう。素直な気持ちにそっと触れてみたいのよ。クククククエスチョンクエスチョン、疑問尋問、クククククエスチョンクエスチョン、恋は解けない。の仕組みをクククククエスチョンクエスチョン、私に誰か教えて。はい、ありがとうございます。はい、ご苦労さん。結果分かりました。お願いします。はい、B 型です。なんで喜んでた B 型で。みんなで、ね、当てっこしてたんです。あ、そう、B 型か O 型かどっちかっていうことだったんですけどもね。当たったわけだね。はい、何よりでした。ご苦労さん。さあ、それでは発表を続けてまいりましょう。今週の第2位です。はい。